お待たせいたしました。エスコンフィールド北海道です。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ファイターズの先発はルーキーの細野、対するマリーンズの先発は右の田中、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。ファイターズピッチャーを交代します。細野降板、マウンド上は黒木、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。マリーンズリードで迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で岡、今日はサードゴロと三振。第9位ランナー走った、これはストライク。2塁送球はどうだ、盗塁を許します。ランナーを2塁に進められてしまいました。第3球を、さあ4球目打った、破ってった。岡、いいバッティングを見せました。ファイターズなおもピンチが続きます。ここまで2安打の藤岡、打ちました、ファールボール。一塁へ牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。第2球ランナースタート、外れた。キャッチャー二塁送球、間に合うか、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。3回の表が終わって5対1、マリーンズ現在4点をリードしています。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは藤岡、第9投げた、決まった、ストライク。いきなり152キロ。第2球投げた、見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、153キロ直球、空振り三振。黒木見事なピッチングです。バッターは3番小木、今日はフォアボールとデッドボール、ストライク。いきなり152キロ。第2球見送ってボール。投球は3球目、投げた、ストレートはボール。投球これから4球目、アウトコース低め、空振り。さあ5球目、フォークボール見逃し三振。バッターは4番外、これが3度目のバッターボックス。第9投げた、直球決まってストライク。第2球完全に外れた、ボール。第3球を投げました、ストレート決まってストライク。追い込んで第4球を投げました、ボール。次は5球目、打った、ファール。第6球は外角低め、空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。黒木この回見事な投球でした。4回の表が終わって5対3です。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者角中、第9打ちました。ファイターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。危ない球、第3球を投げました、決まってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、ボール。第5球投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。リプレイをご覧ください。バッターは6番中村。第9変化球ストライク、アウトローへ。まずは入れてきました。1球目ストライクから。第2球打ちました、飛びついた、ショートバウンド取った。1塁送球、記録はヒット、記録はヒットです。バッターは7番佐藤、今日はファーストゴロとレフトフライ。第1球初球打った、ボテボテのセカンドゴロ、黒木取った。2塁フォースアウト、1塁送球、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは8番友杉、今日はデッドボールとファーストゴロ、タッチはセーフ。第9投げた、ボール。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました、引っ掛けた、レフト前進、これはヒットになります。中継、友杉ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。バッターは9番藤原、今日3打席目、初球ストライクから投げました、打った、痛烈な当たり、取りました、これで3アウト、2者残塁。5回の表が終わって5対3です。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは岡、今日はここまで3打数1安打1三振。第9、1塁線切れました、ファール。第2球打ちました、切れていきます、ファール。
第3球を投げました。初球見逃し三振。黒木3球で仕留めてみせました。左バッターボックスは2番藤岡。第1球投げました。ストレートはボール。まずは外角低め。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。ボール。第4球は打った。1・2塁間への当たり。清宮そのままベースを踏んで2アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番荻野。これが4度目のバッターボックス。第1球1球目ストレート空振り。いきなり150キロ打ちました。三遊間のゴロ。上川畑ボールを取る。ショートから1塁送球アウト。3アウトチェンジ。黒木上位打線を三者凡退に仕留めています。6回の表が終わって5対4です。さよなら勝ち。浅間さよならタイムリーで見事勝利に貢献しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。